乱世の先を築くのはこの総猛徳よ。村を狙う黄金の一味を掃討する。加工トン、加工園、抜かるでないぞ。村を襲うなら今のうちだ。行くぞ野郎ども。なんだお前ら、俺たち黄金島に立てつくとはいい度胸だ。見事だな毛沢東、さすがは歯を行く者よ。お前ら黄金島の邪魔しようってのかい？だったら怪力俊足俊宗様と勝負だぜ。俺は俊宗ってんだ。一つ勝負と言ったい。てっよよっぽ。ほっほっほっしょ、こりゃやべえ。他はさっさと逃げるに限るぜ。よし、ここらの黄金はこれで全部か。文句なしの戦果ってとこですな。孫権殿の依頼は果たした。村に戻るぞ。お見事、見てるこっちも奮い立ちますぜ。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。おお、お見事な戦ぶり。いや、こちらへ向かっていた黄金の一軍は退けた。しばらく戻ってくることはあるまい。おお、やってくれたか。うん、声をかけた時も何か感じるものがあった。やはりお前たちは他の者らとは違うようだ。共に戦う者として頼もしい限りだ。協力感謝する。さっきは突然の頼みですまなかった。味方がお前たちのようなものばかりならいらぬ苦労はせずに済むのだが、さっきの騒ぎもまず董卓殿に報告したのだ。だが村一つ守ったところで手柄にはつながらぬと兵を出し惜しみされてな。領州の董卓か。こたびの戦で官軍を率いているのであったな。将兵がいないわけではあるまい。ならば奴には何か企みがあるのだろう。ああ、俺もそう見ている。奴のような不義の輩がいるからこのような乱が起きるというのに。いや、今それを嘆いても始まらんな。まずは一刻も早くこの乱を鎮圧し、天下に安寧を取り戻さなければ。どうにも気な臭くなってきたわ。この戦い一筋縄では終わらんだろうな。そうだな、敵も味方もどうにも怪しい連中ばかりだぜ。戦の備えは念入りにしといた方が良さそうだ。ほんじゃ、それぞれ支度を始めますか。終わったら村の入り口に集合しましょうや。はい。
もしら官軍の者か。私たちは義勇兵です。苦しむ民を救うためこの戦に加わりました。公金として立った者たちも元は苦しむ民、できることなら救いたいのですが、そうも言っていられないのが悲しいところです。ほう、士官や名声が目的ではなく民を安んじるために戦に身を投じたとはな。志は立派よ。だが難しいであろうな。民を救おうとすれば時がかかる。時をかければ乱は広がり、より多くの民が苦しむ。今はこの乱を早く収めるほかあるまい。非常と移ろうが、結果それが多くの民を救うのだ。はい、俺は栄飛と張飛ってんだ。腕っぷしには自信があるぜ。ま、よろしくな。拙者は関雲長と申す者。これも何かの縁、以後お見知りおきくだされ。聞いてくださいよ、曹操様の話。あの方有能で先鋭的で剣謀術数にも長けまくり、けど夜の街に繰り出したりとそこが微妙だから、曹操様を高く評価している狂言様が一言、わしの娘たちはお前にはやらねえですって。父親の気持ちとしては当然ですよね。え、あなたは曹操様、あなたほどの方ならお相手もよりどりみどり。狂言様の娘を忘れて次に行きましょう。今官軍が義勇兵を募ってるらしいぜ。へい、いらっしゃい。毎度どうも。へい、いらっしゃい。毎度どうも。蒼天すでに死す、光天まさに立つべしか。どうした猛徳、
それは黄金の連中が唱えている言葉だろう。反乱に加わらずとも昨今の悪政に不満を抱く者は多い。聴覚を打ちこの乱を鎮めたところでまた別の乱が起こるだけであろう。蒼天すでに死すとはよく言ったものと思ってな。だがこのまま放っておくわけにもいくまい。長引けば反乱の徒はさらに数を増やす。黄色の点ってのも砂かイナゴに覆われてるみたいでざっとしませんな。うん、お主らの言う通りよ。イカの大義を掲げようと規律なく暴れるならばただの賊よ。今はまず聴覚を打ちこの乱を収める。悪政を正し騒乱の元を立つのはその後よ。行くぞ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ありがとうございます。黄金刀の領袖、聴覚を撃つ。律をなくしたボートは止めねばならぬ。ありがとうございます。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。な、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。さすがは歯を行く者よ。敵の要所を叩く。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら
ついてこい。よし、ここで防御体制を取るのだ。みんな落ち着くのだ。おお、運は曹操殿か。ならばここは突破できそうだな。我が波動の前に滅びよう。この屈辱は城郭様が晴らしてくださる。覚悟しておくんだな。見事だな王徳、さすがは覇を行く者よ。我が道を行く、誰にも邪魔はさせん。お見事、見てこっちも奮い立ちますぜ。行く者よ。
で防御体制を取るのだ。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。いや、その腕を見込んでおさすがは話し。Take! Yo!